セント・ジョンズ取りー方位戦は、アメリカ独立戦争初期の大陸軍によるカナダ侵攻作戦中に、イギリス領ケベック植民地のセント・ジョンズの町とトリデで行われた戦闘である。包囲戦は1775年9月17日から11月3日まで続いた。リチャード・モント・ゴメリー将軍の率いる大陸軍は9月初旬に何度か侵攻に失敗した後で、 セントジョンズトリデを包囲した。大陸軍は兵士の発病、悪天候及び平坦の問題に災いされながら、トリデの中まで到達できる迫撃砲の砲台を設置した。トリデの守備隊は弾薬ならば豊富にあったが、食料などの物資には不足していた。彼らはガイカアルトン将軍の指揮下にあるモントリオールの部隊が包囲戦をくじいてくれるものと信じて防御を続けた。 10月18日に近くにあったシャンブジートリデが陥落し、10月30日にはカールトンによる救援の試みが失敗した。この情報がセントジョンズトリデの守備隊に伝わり、大陸軍の新しい砲台がトリデに向かって砲撃を開始したことが組み合わさり、守備隊は11月3日に降伏を受け入れた。セントジョンズトリデが陥落したことで、 大陸軍はモントリオールに進撃することが可能になり、モントリオールは11月13日に戦闘もなく、陥落した。カールトン将軍はモントリオールから脱出し、大陸軍の攻撃を迎え撃つために、ケベック市に向かった。セントジョンズトリでは、シャンプレーン湖の北端、リシュリューガー沿いにあり、ケベック植民地への入り口を守っていた。1775年5月に、 ベネディクト・アーノルドとイーサン・アレンが、タイコン・デロガトリデを奪取し、セント・ジョンズ・トリデを襲った時、ケベック植民地を約600名の正規兵が守っており、その中には、広いケベックの領土内に分散して配置されている、ものもいた。詳細は、カナダ侵攻作戦を参照カナダ侵攻作戦は、当初フィリップ・スカイラー将軍の指揮下にある、約1500名の部隊で始まり、 9月4日には、リシュリュー川沿いの防御されていなかった医療の輪まで到着していた。9月6日、大陸軍はわずか10マイルしか離れていない、セントジョンズトリレーへの攻撃を始めた。この大陸軍は当初ニューヨーク植民地とコネチカット、植民地の民兵で構成されており、その作戦の大半はスカイラーが病気のために、作戦式を取れなくなった9月16日に、 その指揮官を引き継いだリチャード・モント・ゴメリー順将が指揮していた。5月18日にアーノルドたちがセント・ジョンズ・トリデを襲ってトリデの小さな守備隊を捕獲し、シャンプレーン湖で唯一の大型軍艦を捕獲して以来、セント・ジョンズ・トリデは南からの攻撃に対する備えを行っていた。5月の襲撃の知らせがモントリオールに届いたとき、 チャールズ・プレストン少佐の指揮下にあった140名の兵士が即座に砦の確保に派遣された。5月19日にはモントリオール市内で50名のカナダ民兵隊が立ち上げられ、やはり砦に送られた。1750年代のセント・ジョンズ・トリデの地図。おそらく1775年の配置について不正確なところがあるアーノルド大襲撃の知らせを、 持った伝令のモーゼスヘイズンが、ケベック市に到着して、イギリスの総督で将軍のガイ・カールトンに知らせたとき、カールトンは即座にケベックとトロワリビエールから援軍を、セント・ジョンズ・トリデに向けて発した。カールトン自身は5月26日に、モントリオールに行き、植民地全体の防衛手配を監督したが、特に、アメリカ側の侵入経路になる可能性が高い。 セント・ジョンズ・トリデに守りを集中させることに決めた。大陸軍がイロー・ノアに到着した時までに、セント・ジョンズ・トリデには、チャールズ・プレストン少佐の指揮下で約750名の兵士が駐屯していた。これらの大半は、第7および第26不評連隊と、陸軍砲兵隊の正規兵だった。地元で徴兵された90名の民兵と、 アレン・マクリーン大佐のハイランド移民隊からの20名もいた。ハイランド移民隊はフレンチ・インディアン戦争の古参兵だった。インディアンの文献隊がクロード・ドロリミエとギルバート・タイスの指揮で砦の外を偵察していた。リシュルー川はウィリアム・ハンター中尉の指揮で武装スクーナーロイヤル・サベージが偵察し、他に建造中の船があった。自体は 西主流川の西岸にあり、約600フィート離れた土もり歩類2つがあり、幅7フィート、深さ8フィートの溝に囲まれ、その縁には巨場が置かれていた。南側堀類は、およそ大きさが250フィートと200フィートあり、調理場、弾薬庫及び倉庫など6つの建物があった。北側の堀井はいくらか大きく、 弊社として使われる2階建て石造りの建物を内包していた。守備隊は、鳥出の周り数百ヤードの矢部を払い、戦場に障害物がないようにしていた。保類の西側には、木製の柵を置き、通信を確保するために2つの保類をつなぐ残壕を掘った。鳥出の東側は川に面しており、そこには造船所があり、ロイヤルサベージの停泊所があった。 フィリップ・スカイラー将軍9月6日、スカイラーとモント・ゴメリー両将軍がセント・ジョン・トリデから約1マイル上流の上陸点まで平底船で部隊を動かした。スカイラーは船に泊まり、モント・ゴメリーが部隊を率いて、トリデ上流の湿地を進んだ。この部隊はそこで、ダイスとロリミエに率いられた約100名のインディアンに吸収された。その後の小競り合いの中で、 大陸軍は8名が戦死し、9名が負傷した。インディアンの方は4名が戦死し、5名が負傷したが、ダイスも負傷した。大陸軍の兵士は、比較的経験の浅い民兵であり、船のところまで引き返し、防御のために強壁を建設した。これを見た砦の守備隊は強壁に向かって、大砲を発砲し、大陸軍をさらに約1マイル上流に後退させた。 大陸軍はそこで再度強壁を築きその夜の宿泳を張った。インディアンは、砦の部隊も住人も、戦闘の支援のために出てこなかったことに不満を抱き、自分たちの集落に帰った。スカイラーは、その宿泳地に、地元のある男の訪問を受けた。歴史家たちは、これが、モーゼスヘイズンだったと信じている。マサチューセッツ生まれで、砦の近くに住む大役士官のヘイズンは、 大陸軍の状況の暗い見通しについて語った。平ズンは、砦が第26連隊全軍と100名のインディアンで守られており、包囲戦に対しても物資は十分にあると言った。また住民は、アメリカ側に友好的ではあるが、勝利の見通しが立たなければ、協力はしないだろうとも言った。スカイラーは9月7日に作戦会議を招集し、 イル・オノワまで交代することを決めた。しかし、9月8日、デイビッド・ウースター指揮下に、コネチカットの民兵と砲兵を伴うニューヨークの民兵を含め800名の援軍が到着し、合流した。この援軍に心を強くした、大陸軍は退却の代わりに砦に向かって、夜間の行軍を行うことに決めた。病気が重くなっていたスカイラーは、部隊の指揮権をモント・ゴメリーに渡した。 セントジョンズトリデの外で起こった両軍のこの最初の接触に関する報告はかなり誇張されているものが多い。地元民の多くはある種の勝利だったと主張していた。例えば、ケベックガゼット紙は60名のインディアンが1500名の大陸軍を追い払い、30名を殺し、40名を負傷させたと報告した。この知らせに続いてカールトン将軍は、 近くの教区すべてにその民兵の10%を差し出すよう命令を発した。民兵の士官たちはモントリオールに出頭したが、多くの民兵は家に泊まったままだった。9月7日までに約120名の民兵隊が立ち上げられ、セントジョンズトリデに送られた。ジョセフ・ブラント9月8日、スカイラーはイーサン・アレンとジョン・ブラウンを派遣して、大陸軍が到着していることを知らせ、 カナダ住民をイギリス支配の束縛から解放するつもりであることを宣言する会場を配らせた。アレンとブラウンはセントジョンとモントリオールの間にある教区を回り、そこでは艦隊されて地元民の護衛まで提供された。地元の穀物省であるジェームズ・リビングストンがシャンブリー近くで地元民兵隊の立ち上げを始め、最終的に300名近い部隊になった。アレンは コーナー画族の集落も訪れ、そこでは住民が中立を保つ保証を引き出した。コーナーは家族はこれまで情報戦争の対象となっており、イギリスのインディアン代理人がジョンソンは色イ,イ族の他の部族と同様アメリカ側に対して武器を取って立ち上がるよう彼らの説得に努めていた。しかし、スカイラーは8月に色イ,イ族の大半と交渉して、 中立を保つという合意を得ていた。この合意の知らせが9月10日に、コーアナガ族の集落にも届いた。カールトンとジョンソンがこのことを知ると、ジョンソンはダニエル・クラウスとジョセフ・ブラントを派遣して、コーアナガ族の決心を変えようとした。しかしその懇願も拒絶された。リチャード・モントゴメリー将軍9月10日夜、モントゴメリーは再度1000名を率いて出発し、 船で最初の上陸地点まで戻った。暗闇と湿地のために混乱する中で兵士の中には仲間とそれる者も,もいた。彼らが再度仲間に出会った時、互いを敵と勘違いして強行に陥った。湿地の中にちょうど30分いただけで部隊は上陸点まで戻った。船のところに止まっていたモントゴメリーは再度部隊を心発させた。この時も前衛部隊が 少数のインディアンと住人に出会い、再び強行に陥った。敵の二人が殺されたが、部隊は、またしても、列を乱して、上陸点まで交代し、その指揮官であるルドルファス・リッツェマも止めることが、できなかった。大陸軍の参謀が集まって、次の行動を議論している時に、イギリスの艦船ロイヤルサベージが接近しつつあるという、知らせが入った。このことで、 舞台は川を遡っている療の輪まで退却を始めることになり、参謀たちは危うく取り残されるところだった。三回目の試みは9月13日に行われることになった。しかし悪天候のために16日まで延期された。スカイラー将軍はこの時までにさらに病気が重くなり、タイコンデロガトリデまで交代する必要があると考えていた。彼はその日に出発し、 侵略軍の全指揮権をモントゴメリーに渡した。スカイラーだけが発病したのではなかった。悪天候、湿地、マラリアの蔓延したイルオノアの事情で兵士たちに過労をし、さらに多くの者が発病した。その悪い知らせは良い情報で和らげられた。250名の援軍がイルオノアに到着したのである。すなわち、セスワーナーの指揮するグリーンマウンテンボーイズ中隊と、 ティモシー・ベデル大佐の指揮するニューハンプシャーの中隊だった。9月17日、モント・ゴメリーの部隊はセント・ジョンのすぐ南で出来合いの船体から降り、取り出から北のモントリオールに向かう道路を閉鎖するためにジョン・ブラウンに文献隊をつけて派遣した。上陸した部隊をロイヤル・サベージが攻撃する可能性に備えて小さな武装ボートの船体が川を守った。 ブラウン隊はその日に最初の通行者を捉えた。それは砦に物資を運ぶニューマ車隊だった。このことが起こったのを見た砦の指揮官プレストンは物資を取り戻すために九州部隊を派遣した。ブラウン隊は物資を森の中に隠すだけの時間があり、本部隊のところまで戦闘の音が届くところまで交代した。モントゴメリーはベベルとその中隊と共に、 ブラウン隊の救援に駆けつけ、物資を渡すことなく砦まで、イギリス兵を追い返すことに成功した。この戦闘の間に、モーゼス・ヘイズンがまずブラウンに捕まえられて、尋問を受け、続いて、イギリス軍に逮捕され砦まで連れて行かれた。その夜、ヘイズンとインディアン代理人のローリミエは、砦から脱出し、モントリオールに行ってカールトンに状況を報告した。 イーサン・アレンと彼を捕らえたモントリオール住民、モント・ゴメリーは9月18日に部隊を使って、砦の周りに残壕掘りを始めさせ、砦の南には迫撃砲の砲台を作らせた。ブラウンには、モントリオールに向かうためのセントローレンス側とか地点の一つである、ラ・プレーリーに陣地を設けるよう命令した。イーサン・アレンは、アメリカ兵の小部隊と共に、 リビングストンが徴兵していたカナダ兵を集めに行き、彼らを連れて、もう一つの主要都家店であるロンゲールの監視に向かった。リビングストンは、シャンブリートリデの下流ポワンオリビエデ基地を建設していた。シャンブリートリデは、リシュリュー川の急流沿いにある昔からのトリデだった。リビングストンはその同国人たちに、そこで合流するよう督促していた。ロイヤリストの中には、 リビングストーンの舞台に他の者たちが加わらないよう説得に努める者がいた。リビングストーンの支持者たちはロイヤリストの動きに激しく反発することがあり、またカールトーンは市外でのロイヤリストの動きを支援するために何もしていなかった。アレンはタイコンデロガトリデでの行動における強がりですでに有名だったが、9月24日にロンゲールに到着した時に、 モントリオールを手に入れることを試みることにした。翌日のロングポイントの戦いでこの試みは失敗し、アレンは多くの兵士と共にイギリス軍に捕まった。アレンがモントリオール近辺まで来ていたことが継承となり、モントリオールの外の田園部から約1200名の民兵を集めることになった。しかし、カールトーンはロイヤリスト支援の輪に乗じることができず、セントジョンズトリデを包囲している。 大陸軍に対する救援部隊に彼らを送ろうとはしなかった。カールドンが何もしなかった数週間で田園部から来た者たちは家の用事や収穫のために戻っていった。カールドンはこの時の利点を使ってモントリオールの商人でアメリカ支持を公言し大陸軍に通報していたトマス・ウォーカーを逮捕する命令を出してはいた。包囲のための工作物を作る大陸軍の状態は 困難なものだった。地面は湿地であり、残酷はすぐに膝の高さまで水で埋まった。モントゴメリーはその部隊を湿地を這い回る半分を溺れたネズミと表現していた。さらに事態を悪くしたのは、食料や弾薬などの物資が枯渇し始めたことであり、大陸軍が砲撃を行ってもイギリス軍は諦める、兆候もなかった。病気も、また大陸軍の有効性を現じるように働いていた。 10月半ばまでに900名以上の兵士が病気のためにタイコンデロガトリデまで構想された。包囲戦の初期に砦の守備隊は砦の周りの土地を払って包囲側が砲台も建てられないほどできるだけ難しくすることに成功していた。プレストン少佐は9月23日の日記で脱走者が敵はどこに砲台を作っているかを告げたので、 できる限り砲弾を打ち込んでそれを使えなくしたと記していた。タイコンデロガから大型の大砲が到着するまで、砦の守備隊は火力で大陸軍をかなり上回っていた。10月6日、オールドスノーとあだなされた一門の大砲がタイコンデロガから到着した。大陸軍は翌日これを据えて砦への砲撃を開始した。続いてモントゴメリーは二つ目の砲台の設置作戦を。 開始した。最初は、砦の北西に据えることを望んだが、その参謀が、リッシュリュー川の東側すぐに据えるよう説得した。そこからは造船所や、ロイヤルサベージを見下ろすことができた。その砲台の建設は、これを妨害するために、砦から派遣された武装が冷戦のために困難を極めたが、10月14日には観光し、翌日には砲撃を始めた。その翌日には、 ロイヤルサベージが、トリデの前の廃墟となった。それが破壊されることを予測した、ロイヤルサベージの指揮官は、船内の物資や武装を回収できるような場所に停泊するよう命じていた。シャンブリートリデの壁、ジェームズ・リビングストンはその民兵隊が宿営していた場所の近くにある、シャンブリートリデを奪取しようという考えを、モントゴメリーに進言した。リビングストンの部下の一人、 ジェレミーダ・ダガンが9月13日に2門のキューポンド砲を運んでセント・ジョンズ・トリデの下を通過させシャンブリー・トリデのダッシュのために使えるようにした。シャンブリー・トリデは大半が第7不評連隊のわずか82名の守備兵が守っていただけであり2日間続けた砲撃の後の10月18日にはその指揮官ジョセフ・ストップホードが降伏した。さらに深刻なことに ストップフォードは大陸軍にとって貴重な主に火薬や陶器用食料を破壊しておくことを怠っていた。ロットンの火薬6500個のマスケット銃弾薬百125畳のマスケット銃80タルの小麦粉及び272ルの食料が捕獲された。ティモシー・ベデルがプレストン少佐と交渉し、シャンブリー・トリデで捕まえられた捕虜が川を遡って、 セント・ジョンズ・トリデの下を航行できるようにした。シャンブリー・トリデを失ったことは、セント・ジョンズ・トリデの指揮を下げた。民兵の中には、降伏を望む者もいたが、プレストンはそれを認めようとはしなかった。シャンブリー・トリデの降伏に続いて、モント・ゴメリーは、セント・ジョンズ・トリデの北西に砲台を作るという意思を再開させた。この時は参謀たちも反対せず、10月末までに、 そこに据えられた大砲が砦への砲撃を開始した。外カールトン将軍モントリオールにいたカールトンがついに動き始めた。すぐに動かないことで常に批判にさらされ、民兵からの不信が募っていたので、カールトンは攻撃作戦を立てた。ケベックにいるアラン・マクリーン大佐に伝言を送り、そのハイランド移民隊とソレルの民兵隊を連れてきて、リッシュリュー川をセント・ジョンズ方面に遡らせ、 一方、カールトンが部隊を率いて、ロンゲールでセントローレンス川を渡るというものだった。マクリーンは約180名の移民隊を作りまた多くの民兵を組織した。10月14日にソレルに到着する時までに移民隊に加えて約400名の民兵隊を組織していた。徴兵のためには、強括を行うこともあった。10月30日、 カールトンの部隊約1000名がロンゲールに上陸しようとして大陸軍に撃退された時、カールトンとマクリーンの望みはつえた。船のいくつかは着岸したが、大半はセスワーナーがシャンブリートリレで捕獲していた野砲を使って撃退した。マクリーンは前進を試みたが、その民兵たちが脱走を始め、ブラウンとリビングストンの部隊は逆に勢力を増した。 マクリーンはソレルまで交代し、さらにケベックまで戻った。10月下旬、大陸軍の勢力は、デイビッド・ウスター巡将を含むニューヨークとコネチカットから500名の援軍が到着して再度、膨れ上がった。この知らせに、新しい砲台が砦に向けられたこと、救援軍が失敗したという知らせや砦の物資が減少していたことが組み合わされ、砦の状態は絶望的になっていた。 1790年の水彩が、円形にセントジョンズリで、前形に HMS ロイヤルサベージ11月1日、モントゴメリーはカールドンが救援を試みて失敗した、時に捕らえた捕虜に、急戦の白旗を持たせ、砦に送り込んだ。この捕虜は、モントゴメリーが書いた救援は来そうにないことを指摘し、幸福の交渉を行うことを提案する手紙を届けた。 プレストンはその手紙の内容を全面的には信用せず、部下の大員の一人をモントゴメリーとの交渉に送り出した。プレストンの提案は4日間休戦し、その後に救援が来なければ守備隊が降伏するというものだったが、季節が冬に向かっている時だったので、モントゴメリーはこれを拒否した。モントゴメリーは伝令の隊員にカールトンの遠征隊から捉えた。 別の捕虜に事情を聞かせ、その捕虜は先に送られた捕虜が報告したことを肯定した。その後でモントゴメリーは即座の降伏要求を繰り返し、その条件は翌日に書き上げると伝えた。プレストンの部隊は11月3日に取り出を出てきて武器を渡して降伏した。正規兵は清掃に身を包んでいた。プレストンは536名の将兵、79名の カナダ人と8名のイギリス人志願兵と共に降伏した。セントジョンズトリで降伏の知らせを受けたカールトンは即座にモントリオールから脱出する準備を始めた。大陸軍が抵抗もなしにモントリオール市に入った日の2日前11月11日にカールトンは死を離れた。その艦隊がソレルの砲台から脅しを受けて降伏した後、カールトンは なんとか捕虜になるのを免れ、ケベック市の防衛準備のために、ケベック市に向かった。この包囲戦の間に両軍が受けた損失は、比較的軽かったが、大陸軍は病気のために、かなりの勢力を減じていた。さらに包囲が長期にわたったことは、大陸軍が冬の迫る中で、ケベックに移動しなければならないことと、徴兵した兵士たちの多くは、 年末の徴兵期限が迫っていることも意味していた。セントジョンズトリデとモントリオール市を占領した結果、モントゴメリーは12月9日に少々に昇進した。しかしモントゴメリーがそれを知ることはなかった。12月31日に行われたケベックの戦いで、モントゴメリーが戦死する前に、ケベック市外にいた大陸軍の宿営地にその知らせが届かなかった。 1776年、イギリス軍は、大陸軍が、タイコンデロがトリデまで後退する間にセント・ジョーンズを放棄した後で、トリデを再占領した。イギリス軍の部隊はそこを1995年まで占領しており、1952年以降は、ロイヤル・ミリタリー・カレッジのキャンパスとして利用されている。トリデの中には、セント・ジョンズトリデの350年間にわたる軍事史を、 展示する、博物館が立っている。北緯45度19分、成形73度16分、北緯45.317度,度、成形73.267度、45.317-73.267。ありがとうございます。